評家の青汁王子こと三崎優太氏34が10日、ツイッターを更新。猛暑下でのマスク着用に疑問の声を上げた。同氏は5月時点で国内のマスク着用率は 91% だったらしいけど、都内ではマスクつけてない人もだいぶ増えてきたよね。未だにコロナ第9波はマスク外したせいとか言う人って3年間、あれだけ徹底してつけても防げなかったのに、なんでマスクをそんな信用できるの？と問いかけた。続けて、こんな猛暑で無理してつけたら倒れるだろうと熱中症リスクを指摘した。厚労省は今年3月、屋外、屋内を問わず、マスク着用については個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本とすることを発表。ところが7月中旬から感染者が急増したことで、再び感染拡大防止対策としてマスク着用が取り沙汰されており、子供がいる家庭の多くが夏のマスク着用が熱中症に影響すると心配していることが明らかになっている。フォロワーからは、外では外してます、個人の判断なので外したい人は取ればいい、くしゃみするときはハンカチで口元を覆ってますと様々な意見が寄せられている。